非正規の人の流動性が高まってって、その正社員と非正規のこのいびつな関係ができてるよねみたいな話がある時のこう責任者だったんじゃないですかって多分。いや、要するに日本の労働市場って完全に二重構造になってるわけですよね。正規雇用といって、すごく1979年の東京高裁の判例で極度に守られてる人、うん、でこれは企業から見ると固定費になるわけですよ。だから変動費になる部分を企業は増やさざるを得なかったと。働きたい人は多様な働き方をしたいわけですよ。正社員に全員がなりたいわけじゃなくて、もっと自由に働きたい、雇う方ももっと自由に雇いたいわけですよ。しかしその間に制度的な格差がないようにしましょうっていうのが、これが政策の目標ですよ。でところがそれやるたびに反対論が出るわけですよ。でそれで私が狙い撃ちにされてると、まあ、それだけの話でしょう。でも私は基本的にあの厚生労働大臣1回もやってませんから。なるほどね。でそこの管轄じゃなかったんだと。管轄じゃないですよ、うん。